何かに失敗したり情けない瞬間だと思います。その時こそ多分僕のそれまでの人生や生き様が出ると思うので、そこを取ってもらいたいなと思います。濃いめのウーロンハイをこう最初飲んで、うわ濃いなって思って、それを2杯3杯飲んで、その濃さを全く感じなくなった瞬間に、仕上がったなと、その瞬間ですね。幸福のアリバイ、ピクチャーに出演しています山崎樹範です。この作品は、かっこ悪いことって実はかっこいいんだなって思える作品です。11月18日金曜から全国の劇場で公開されます。ぜひ劇場でご覧ください。誰にでも訪れる人生の節目。よく売ってたな、そんな服。そういうことじゃなくて。彼女はいるの？はあ？一人娘なんだ、こっちにとっては。できちゃって結婚？あ、そうですよ。通夜だぞ。いいからとっとっと始めろよ。ハッピーウェディング。キモ。人生のシャッターチャンス、そこには確かな幸せがある。幸福のアリバイ。